皆さんこんにちは、レディーゴルフ TV 大堀貴子です。今回も引き続きアイアンの引っかかりについて第2弾レッスンをしていきたいと思いますので、ぜひご覧ください。引っかかる原因としては、前回の動画、フェースが閉じて当たってるっていうところを説明したんですけれども、今回新たに何個かもうちょっとドリルをやっていきたいかなと思います。でまず、チェックしてもらいたいのがグリップですね。でグリップがやっぱりこの親指の位置があんまりにもこうやって右側、シャフトのグリップの右側の方に握ってないか、これそもそもやっぱりフェースが返りやすくなっちゃうので、しっかり正しいグリップっていうのは、このここの部位の位置が右の鎖骨を指す両方ですね、ここをまずチェックしてください。でもう一つ、構えた時にこの下の白い線、これが目標に対してちゃんとまっすぐ向けてるかっていうのは結構重要になってきます。そもそもこうなってないかなとか、これがしっかりこの下の線ですね、下の線が目標に対してまっすぐ向けてるか、この辺もセットアップの段階で直せるかもしれないのでチェックしてみてください。で、さあ今日やっていきたいドリルなんですけれども、前回のレッスンで言ったんですが、インパクトの瞬間に詰まる、体のスペースがなくなる、グリップのスペース、通るスペースがなくなる、起きて詰まって手をこうねじるしかクラブヘッドを活かせる方法がないなんていう練習をしたんですけれども、今回その詰まりを解消するもう一つの方法として、左ヒップをしっかり回すっていうところをやりたいと思います。もちろんこうご自身の中で引っかかる引っかかる、よし体の回転をすればいいんだな、体の回転をするためにはよしもう回すぞ回すぞ回すぞみたいな感じでこう一生懸命こう右側を目標にこう出していきながら回したくなるんですけど、これそもそも左のお尻の位置がバックスイングの位置回ってくるときに、そこからずれてあげない、どいてあげない限りは正しい位置に右のお尻が回らないんですね、右の腰が回らないんですね。バックスイングで多少なりともこう左のヒップが出てきますから、このままこの位置を考えないでしますぞってなると、さっきの言った詰まりが生じてくるかもしれないので、まずやっていただきたいのは左ヒップをどかせてあげるっていうところなんです。そこでやっていただきたいのが、右手で左のポッケ、ズボンでもいいんでここ掴んでください。でどく練習ですね、クラブを左手1本で上げて、そこからまずやってほしいのが左のポッケを引っ張る、引っ張る、で どきました今、この引っ張ってどいたスペースにクラブを振っていく、この順番です。どいてから振る、しっかり開けてから振る、そうどうです、どうぞクラブ通ってください、こういう感じでしっかりこの動かす順番と使う場所ですね、左のポッケを掴んで動かしてくる、こういう感じ、しっかり左のお尻を意識して左のポッケの引っ張りスペースが空いた動き、エネルギーにつられてクラブが通る、こんな感じで練習していきましょう。少しずつこの動きを練習したら、普通に持っても左ヒップをどいてあげて振る、左のお尻使いますよ、こういう感じ、もう一度いきましょう、こういう感じ、はい、こんな感じでしっかり動かす順番と使う場所、ここを意識することによって正しい体のこう回転がスムーズに行えると思いますので、皆さんもぜひ練習して、せっかくドライバーナイスショットした次のアイアンがビューンって引っかかっちゃったらもったいないし、引っかかりって球飛んじゃうんで、結構ミスも難しいところに行っちゃったりして難易度上がってきちゃいますから、このアイアンの引っかかりっていうのはぜひ直してナイスを目指してベストスコアを更新しましょう。それではまたね。